皆さんどうも、霊夢です。マリサだぜ。ヨウムです。フランだよ。ニトリです。ココロです。では、また前回の続きだね。確か、23個を集めるんだったな。異変を調べないと実績解除されないもんね。まあ、せっかくなんだし、またみんなで集めようよ。仕方ない、また頑張るしかないね。また何かが起こりそうだな。さあ、また続行するわよ。さあ、どこか変わったとこはないかな？もう探すの慣れてきたからな。また他の障害物に注意しないとね。前回は赤い洪水が流れてきたからね。溺れたら巻き戻されてしまうからね。あの人は問題ないな。ポスターはよし、展示ブロックもよし。ドアと換気口も問題ないな。後ろは大丈夫なの？後ろに何かあるのか？何もないじゃないか。じゃあこのまままっすぐ行くわよ。けど集めるのも時間の問題だね。間違いなければいいんだがな。え、どこかミスった？おいおい、マジかよ。また調べるべきだね。どこ変わったんだろうか。ちゃんと見つからないとね。ポスターは問題ないね。天井と電気はそのままだよな。この人もそのままだね。じゃあそのまま進めばいいのかな。よし、まだまだ行くよ。ポスターもよし、ドアと換気口も問題ないな。展示ブロックも問題ないな。この人も問題なし。看板と電気も変わってないね。今何個を調べたのかな。なんか勝手にドアが開いたんだが。やっぱ異変だわ。引き返すよ。お、2に変わったね。今どのぐらいかな。なるほど、異変を見つけると1個を減らすことができるんだね。こういうゲームだったんだね。残りあと22個か。本当に全部調べないといけないのか。まあ、まだどこか異変が起こるし、みんなも十分注意しろよ。さすが作者さんなんだけど、いつ終わるのわからないからね。早く見つけるといいんだけどね。うわ、なんだ？今どんどんしてるんだけど。どうやらこじ開けようとしてるみたいだね。早く引き返すよ。うわ、うるさ。あ、21個になったね。まだどこか異変が起こるかもしれないね。停電が起こったりしてね。それもあり得るかもね。見つけるまでここから出られないからな。問題ないね。何も変わってないよね。大丈夫だよね。天井と蛍光灯、あと看板も大丈夫だね。問題ないな。お、まだまだいけそうだね。あ、そうだ、もうすぐ800人になるらしいね。そうか、また一人が増えるな。それで、誰が入るんだ？そうね、次回の動画で発表する予定だって。お、またメンバーが増えるみたいだね。誰が入るんだろうね。また楽しみだな。7人ってことは、ちょっと部屋を広くしないとね。え、できるの？もちろんできるよ。私を誰だと思ってるの？まあ、ニトリは何を作るのか、お前に任せるぜ。どんな新しい部屋になるかな。問題ないね。よし、ここは何も変わってないね。またミスった？あ、そういえば靴の音が違くない？マジか、靴の音も確認しないとな。うわ、蛍光灯が。そろそろ切れそうだな。ここは引き返すよ。はぁ、これはしんどい。え、嘘。異変じゃなかった。何やってんだお前。何も変化なし。どんどん進んでいくよ。え、あれ、階段があるんだけど。ちょっと待て、なんか怪しいぞ。すぐに階段が出るっておかしくないか。よく考えたら、何か引っかかるよね。登る前に確認してみよっか。あ、これは偽出口みたいだね。じゃあ、また引き返すよ。もうどのぐらいになったかな。
つけてから18個になったね。よっしゃ、どんどん見つけていいわ。また変な人たちが現れたんだけど。いつになったら終わるんだろうか。早くおやつが食べたいんだけど。こっちも一緒だよ。はあ、また巻き戻されたよ。残り17個、これは長い旅になりそうだよ。この地下って謎に包まれてるけど、もしここで失敗したら一生出られなくなっちゃうよ。でもやるしかないんだよね。どうか出れますように。でもこうして異変を集めてるし、この後何が起こるのかわからないからね。そうだよな、けどまだわからないからな。この人は問題なし。何も変わってないな。さて、あと何個ぐらいかな？まだまだだね。はあ、もう何分ぐらい経ったんだろうね。あ、引き返せと書いてあるぞ。おっと、すぐに引き返すぞ。みんな、大丈夫？異常なしだぜ。はあ、あと16個もあるんだね。ポスターは問題なし、防犯カメラの目も問題なし。電磁ブロック、ドア、消火器、天井、蛍光灯も問題ないね。うわ、もう何回ミスったんだ。またここでカットするよ。他は全部変わってないんだけどね。じゃあ、あのおっさんが気になるよな。なんか、足の音がおかしくない？あ、私もそんな気がしたな。やっと音が変わってるみたいね。ここは引き返すべきだね。よし、またここでカットね。どこも変わってないんだけど、全く異変が起こらないね。いや、どこか起こるに違いないぜ。やっぱ変わらないな。ちょっと辛いかもしれないけど、もうちょっと頑張るしかないね。全く変わらないな、そうよね。おっさんもどうなんだ？何も変化ないね。早く見つけるといいんだけどね。15個のそのままか。うわ、なんか怪しげな透明人間のような人が立ってるんだけど。あ、ほんとだ。おいおい、あんまり近づけるなよ。うらぁ、逃げろー。いやぁ。なんかまた変な人が追ってきてるんだけど。だ、誰なの？ちょ、また来るよー。うわぁ、来るなぁ。はぁ、危なかったなおい。やっと巻き戻すというやつだったね。すぐ引き返せばよかったね。どうやらいなくなったみたいだね。え、ちょ、なに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 ？なんか停電が起こったんだけど。こりゃ異変だわ。あ、電気が戻った。はぁ、びっくりした。もう何個ぐらいかな。お、もう13個になったか。何も変化なし。うわぁ、畜生。あれ、あの、おじさん。今日ご機嫌だな、おい。残り12個みたいだね。ちょっと待って、このポスター動いてない？あ、確かに動いてるような気がするな。よく見るとポスターが動いてるね。じゃあ早く引き返そう。やっぱりね。もうこれで11個になったな。あれ、ドアのノブの位置がずれてるんだけど。こういうことも起こるもんだな。はぁ、残り3つ。残りあと10個だね。ちょっと待って、電磁ブロックに顔が。え？うわ、こわ、ここは引き返すべきだぞ。こういうの初めて見たわ、トラウマだわ。うわ、どん
続いてるんじゃないの。ちょっと引き返すわよ。よっしゃ、もうすぐ出口だな。でも、残り9個なんだし、すぐに出るというのもあれなんだけど、言われてみればそうだよな。8番の出口に出たとしても、また巻き戻されるだけだもんな。え、ちょっと待って。やばい、やばいって、なんなんだあのおっさんは。また巻き戻そうとするね。うわ、これはやばいって。あのおっさんは危ないな。どう見ても普通じゃないからね。さあさあみんな、どんどん異変を探していくよ。展示ブロックは問題ないね。あとポスターも動いてないね。あとドアも問題ないようだな。他は大丈夫みたいだね。あれ、また足音が変わったかな？いや、そうでもないんだが。このまま行ってもいいかな？あ、もう8になったね。お、残り8個になったね。でももうすぐそこなんだけどわ。なんだこれは。禁煙の張り紙がたくさん貼ってるんだけど。これは引くわ。さあ、あと7個になったけど、また何が起こるのかわからないね。何も変わらないね。よし、残りあと7個なんだし、また引き返すぞ。そうね。よし、戻ってきた。さあ、またどこ変わったかな？何も変わらんな。他を見てみるぜ。全く変わってないね。あ、蛍光灯がずれてるんだけど。なんか気化がおかしくなってくるんだけど。ここは引き返すべきだね。え、ちょ、同じポスターが貼ってあるんだけど、ここは引き返せ。残り5個だっけ？多分そうだな。はぁ、いつになったら終わるのかな。え、ちょ、あのドアに人が、やっといるぞ。なんなんだあいつは。なんかチラ見してるんだけど、もしかして外国人かな。これは不法侵入だな。よし、残りあと4個よ。あ、これはさっき見たわ。あれ、あの人の顔が。あの、おじさん。おいおい、どうしたんだお前。何があったの。これは気の毒に。なんということだ。残りあと2個だっけ。はぁ、やっと帰れるかもしれないね。もうどれほど探してきたんだか。もうここで前に進めばいいよね。うわわ、何？ちょ、防犯カメラ作動中が動いたんだけど。ここは一旦引き返すべきだね。いよいよあと1個だ。え、もう1個なんだ。どこか変わったところは。え、看板が逆なんだけど。え、もう解除された？やっと終わったか。はぁ、やっと出られるよ。よし、急ぐぜ。はぁ？はぁ？やっと終わった。やっと出られるぜ。はぁ、探すの長かったよ。でもこうして全部探したよ。これでやっと出られそうだね。もうここの無限ループなんてゴリゴリだ。まったくだよ。これでここの地下通路はおさらばだぜ。はぁ、やっとおやつが食べられるよ。もう疲れた。よし、間違いないね。もう二度と来ることはないね。そろそろ早く出ないと手遅れになるぞ。おっと、早く急がないとまずいぞ。これで全部調べたし、帰れることを祈るよ。じゃあ、行くよ。お、エンディングが入った。やっと終わったか。はぁ、疲れた。みんな、お疲れ。でも恐ろしいゲームだった。いろいろ体験したな。はい、ということで、これで無事にクリアしました。以上、8番出口というホラーゲームでした。また次のホラーゲーをやってきますので、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。またな。また。バイ、おつです。よろしく。